ちょ、マニューステップ自分にナイスのデュアルスイーパー、僕直撃取れるわけな。お、え？どうもチャップです。プラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、ブラスターの直撃を本気で狙っていこうということで、ノバブラスター、ホットブラスター、ロングブラスター、この3つのね、3種のブラスター使って頑張っていきたいと思います。さあ自分ナイスしていきましょうか。やっぱりね、ブラスターってね、もう絶対的にね、直撃したらもう間違いなく強いんですよ。もう確実に1キロパンって当たっただけで敵解けるんで絶対強いんで、それを積極的に狙っていこうと。男は黙って爆風キルより直撃キレやということでね、頑張っていきたいわけ。ただね、無駄にね、直撃キルの方を狙っていきたいので、すごいね、えげつないプレイになってね、お見苦しいところを見せてしまいそうな気がするんで、もう、それは皆さん、お前許してくださいね。ほんまにもう、今回は皆さん、お前えぐいね、めちゃくちゃ下手くそなプレイを皆さんにガンガン見せていってしまいそうなんで、温かい目でね、見守っていただけるなと思いますわけでございますけど、直撃キル取りたいけど、近接やねんな、めっちゃ近接しなあかん。あかん、あ、これあかんやつや、これしょうもないやつや、これしょうもないやつ、いないいないいない。バカ、これ直撃や、オッケーナイス、オッケー、これ今のはいいぞ。ちょっとハム太郎で逃げるわ、もうボロボロやねん。体がボロボロハム太郎って、そう、この感じ。この2発キルはいらん、この直撃キルが欲しいんです。ほぼ2個も投げれんの、すっごいお金持ちじゃん。コンペイトーボム2個投げれんのはもうすごい裕福ですよ。ちょっと富裕層がさ、中国の富裕層がおるからさ、ちょっとその財力の差では勝てれへん、ほんまに。それはほんまに倍返しやとかいうとこは、それポンってぶつけてドーンってできるかも。あ、いい感じ、近づいて直撃キル、あ、これ直撃キル、オッケー、いいよいいよいいよ、いけてるいけてるいけてる。もうノバブラストで直撃取ろう思ったら、もう予想以上に近づけと、射程の短さがチャップだよってなってるから。あ、なんか上におる、うわ、お肌すべすべスリン、あ、ちょっと待って、スリンってなってる。お、うますぎ味方の人。あ、なんか、あ、違う、なんか違うけど、あ、直撃直、あ、これはこれはどっか行ったけど、どっか行ったけど。どこ行ったんですか、敵の人が。え、待って、怒りについてる。あ、え、ボルドマーカネオの人、今の人。ちょっとようわからん。ちょっとコンペイトーボム投げておきましょうか。あ、いいぞ、やっぱ直撃取れたらそれ強いですって。このレートで一発で終わりますもん。それ、もうわからんでしょ、皆さん。絶対強いのは当たり前やねんて。当たり前、チャープ、チャンペーン。あ、これ、デスするやつやな、これ。これはもう無理やりすぎた。生きてた。奇跡、生きてる自分にナイスですね。あんだけ長生きできたらもうほんまに125歳まで生きたような気分でございます。あ、これしょうもないやつや、これしょうもないやつ。あ、でもいけたいけたいけた、よし、よう生き延びてくれた味方の人、味方の人じゃない、敵の人。よ、ちょっと待って、これ絶対、違うんだよな、これはもうめっちゃしょうもない。あ、これ爆撃、うわ、しょうもないやつや、これはしょうもないやつや。ナイス味方の人、ずれてるんだよな。直撃キルを狙いたいから。あ、え、なんかおった今下に。え、おる、あ、おるおる、あ、おるけど、これまたしょうもないやつやん、これ。今のアシストキルさせていいとこもらいましたね、ありがとうございます。ちょ、近づいて直撃、こっちから出てくるかな、近づかい、あ、これいける、これいけるぞ、これいけるぞ。あ、違う違う、しょうもないしょうもないしょうもない。爆風はしょうもないねん、ちゃうねんちゃうねんちゃうねん。え、でも強いな。直撃が取れた時のこの強さなんですよ、これがノバブラスター。おお、全落ちさせてる、ナイス。まあ1試合目としてはまあ良好でしたね。うおーって、こうたまたまの直撃じゃなくて、この狙って取れる直撃のこの嬉しさ。よっしゃーってなりますよね。もう自分にナイス、自分にナイス、自分にナイスって、もうナイス押してるボタン潰れそうなぐらいナイス押したいですもんね。それは言い過ぎた。はい、じゃあ2試合目はホットケーキブラスターで行きましょうか。わての名前はプーさん、いまんねんげー、いまんねん、いまんねーみたいな感じでコテコテのプーさんプレイしていきたいと思います。よくわからんけど自分にナイス押せましたね。さあ行きましょうか。これ、まあ、ポイズンミスト、いや、ポイズンミストの直撃がちょっとインク管理が難しくなりそうなんで、もうメインだけで行きましょうか。これノバよりも射程が長くなってるんで、インク管理結構エグいけど、インク管理さえいい感じできれば、この射程で絶妙に直撃を取れるんではないかと狙っているわけなんですが、あ、これしょうもないやつ、あ、直撃、しょうもない。ちゃうんだよなぁ、それしょうもないね。ナイスナイス、あ、ちょっと聞こえへんかったよ。ナイス玉ね。ナイス玉がナイス玉や。ナイス玉、ありがとうございます。ちょっと見とかないとな。興奮しすぎたらナイス玉に気づけへん。うわうわお。これ僕が来ても多分裏バレてるから戻ってくんじゃうかな。でもスーパーチャップがあるんですと。で、直撃取れるぞ。え、直撃？いや、スーパーチャップの爆風と、ホットブラスターケーキミックスプーさんアタックの爆風やな、今の。ホットケーキの爆風とスーパーチャップの爆風で取れるという、あ、そのなんかコンボもいいんかな、ホットケーキブラスターの良さっていうのは。ちょっといい感じで近づきたい。あ、これ直撃取れるぞ。うわ、ちょっとやばい、やりすぎた、やりすぎた、調子乗った。爆風になっちゃう、爆風に、あ、なんかおるな。それ直撃取れた、直撃取れる。うわ、違う、いや、アシストや、ただの、ありがとう味方の人。
そうじゃないんだよな。全然ダサいプレイしかしてないで、今回はちゃうんだよな。直撃、直撃の王者よ、ほんま。直撃、あ、これいける、直撃取れ。うわ、しょうもな、しょうもないやつや。ナイス、よう防いでくれたぞ。いい盾や盾、それナイスナイスナイスすぎる。ちょっといい感じ、直撃ね、直撃。どこどこどこおる、ん、あ、おる、これ直撃取れるぞ。あ、違う、あ、しょうもな。いや強いんだけど、そうじゃない。あ、これスーパーチャップで弱ってもらってポイズンミストでポンって やるんや。本当はな、多分これがイケメンなプレイ。ちょっと待って、もうちょっと近づいてきてほしいな。直撃取れそうな気すんもん。ん、あ、なにポイズン返しだと。いやー、挟まれた。あ、トラップマンか。これがあれやな、令和のトラップ魔術師と言われたカサトラップおじさんですね。知らんけど。いい感じの、なんかかっこいい傘持ってますね。あれだいぶ、だいぶ頑丈ですよ。超鋼鉄やと思う。お、何何、あ、クイックボムラッシュ。敵の人見つけていい感じでドゥンってしてきて、あ、やばいやばい、竹射程やな、んかその上からってこと。あ、やばい、これ直撃直撃、うわ。ホットケーキで傘と対面したら、これ絶対あかんやつやな、これ。おかん言うには絶対戦ったあかん言うてたって。やばい、もうミルクボーイチャップなって。あ、あの人直撃狙えるかも。ちょっと出てきてほしいけど、出てきてほしい、あ、違うやー、違うんだよなー。今のワンチャン取れたから。いや、ちょっと、もうちょっと、あれやな、あの、視覚見えへんところで打ち合うのが良くなかったな。正面からした方がやっぱ取れ、あ、これしょうもないやつや。ナイス押しておきますけれども、これはしょうもないやつ。こんなん、あ、あ、これもしょうもない、あ、これ直撃取れる、直撃、うわ、違う、うわ、直撃、うわ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 、キルはキルでもいらんキル。あの竹の人にワンチャン最高、直撃取れるかもしれない。えけ、直撃取れろ、うわー、インクないわー。でもゴーニーガロンベッチの味方としてはナイスでございます。なんかこう集中してプレイできますね。いや、ホットケーキブラスターが意外となんかパンケーキやってんけど、ちょっと甘すぎて胸焼けしたっていう感じでしたね。砂糖とメイプルシロップとキャラメルと生クリームとチョコレートかけすぎた感じ。はい、じゃあ最後ガンガゼヤガ音楽堂でロングブラスターいきましょうか。もうロングブラスターのこの射程で直撃取れて敵の人パンパン落とせたら、もう理論上最強やろ。でも僕の今日のこの感じやったら理論上最弱やん、俺。そんな自分にライズして頑張っていきましょうか。いや、もうほんま直撃取れたら絶対、もうブラスターは絶対強いから、もうたまたまね、直撃取れてもいいんですよ。たまたまでも嬉しいし、たまたまでもめっちゃ強いからね。ただこのたまたまじゃない時、もし狙えたならば強いんですよ。しょうもないキル。味方じゃないですよ、ございます。違うんだよな、そうそうそう、爆風を取ろうと思ったらなんとなく自分の射程で戦っとけばね、絶対取れるんですよ。ただそんなロマンのか、あ、これ直撃取れるわ、これは取れる、よっしゃ、確実確実確実チャップ。あれは誰でも取れると。あ、これ違うな、違うね、味方じゃ、まあ、アシストしとくから、ちょっとほんま爆風だけプレゼントして。うわ、なんかすごいアシストラッシュ。なんかすごいアシストが取れましたね。あれ、うわ、なんかおるぞ、お、なんやなんや、すれ違い通信する気か、すれ違いノバブラスターや。どこのおんねん、ノバさん、ノバ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 でノバノバノバブラスター。あー、あ、ちょっと待って、下におる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 、ナイス。ちょ、マニューステップ自分にナイスのデュアルスイーパー、僕直撃取れるわけな、お、え、取れるわけないって言おうとした瞬間直撃取れるっていう。今奇跡、あ、これ狙えるぞ、狙える狙える、うわ、ナイスナイスナイス、そうか、硬直時間終わりを狙えばいいんや。そこ、いける、取れる、うまいうまいうまい、味方でしょ、うまい味方でしょ、いや、ナイスナイス、チャージなんか、一緒の、この直撃コンボで頑張ろう、やられてる、やられちゃう、あ、そこおるな、そこ、入ってた、入ってた、これまたあれちゃう、取られへん、取られへん、取られへんって言ったら取れるから、取られへんって言ったら取れる、その作戦、上におったわ、ナイス、あ、これ9番ボムでワンチャン取れんじゃね、切る、あ、これいける、直撃、直撃、直撃や、取れる、いやー、しょうもねそれじゃないんだって、なんか今僕のブラスターカーブしてなかった。なんかウィーンって、あ、これ全然距離ちゃうけど、いける、ちょっと待って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 、ここ、いやー、着地切る。僕は今もう人生かけて着地切る取ろうとしましたからね、世界最強の着地男になろうと思ったけど、全然無理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 で、全然濡れ濡れ濡れてないやん。濡れてへんぞ、ちょっと梅雨やのに、あ、待って、これ最高のやつや、チャ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 のチャップだよ。最高ですね、あ、しょうもない、これもいけんぞ、チャ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 ップのチャップだよ。なんかエディオンみたいな CM になってるやん。じゃあブックオフや、本を売るならブックオフみたいな、敵を射抜くならチャップオフいうやつですね。うん、なんかしょうもないねんな。全体的にしてもナイス、なんかめちゃくちゃジャンプしてきてないか、みんなステルスジャンプつけてんのか、ステルスジャンプ
ついてないぞ。メイン戦のアップやぞ。あ、これもこれもこれも本を売るならチャップオフ。すごい飛んでくるんだよ。あ、直撃取れ、あ、ナイス。いいよ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 。でも直撃が少ないやん。1回しか取れてないんじゃん。直撃取れてなかったらほんま今回の動画チンパンジーやからな。もうポンポンしてるから、はい、ポンポン直撃取らせてインクなんやけど、いや、ナイス。待って、直撃取られへんけど、ロングブラスター、あの爆風で立ち回りとその射程の距離感さえね、しっかりしたらめちゃくちゃ強いんちゃうんこれ。そんな希望が見えた動画でしたね。皆さん、ブラスターの直撃は最強です。それだけ言っておきましょう。ということで、終わりにしましょうかね。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバーイ。